こんにちは。直接会うのは初めてだよね、皆さんとね。まず、2枠おめありがとうございます。ありがとうございます。ブートキャンプ楽しかった楽しかった。プログラミングまでやったことないかそうか。でも、あの、すぐなれると思うよ。今日からですね、今日から、の、くたらぎゼミを始めます。このね、ゼミをやろうと思った発端っていうのは、 やはりあの皆さん、ほら、受験勉強をしてるか、よっぽどしなかったか、どちらかと思うんだけども、子どもの頃持ってた興味とか好奇心とかっていうのを、忘れるわけじゃないけど、それを考えてる暇がなかったんじゃないかというふうに思うので、ちょうどあの情報学部に入って、そこで新鮮なうちに、皆さんの,その興味とか好奇心を、もう一回、昔の状態か、それ以上に引き出してみようと。 いそのガイダンスをちょっと軽くやりたいんですけど、その前に、これ何かわかるかな赤ちゃんが生まれてから、生まれてからって、左下でバースって書いてあるそこは本当に生まれ出るってとこだけど、もちろんお母さんの体内の中にいるときも、もちろんもう生命体になってるわけだよね。で、それで、まず最初にこの感覚器官がどういうふうに成長するかっていうのがこの赤。感覚器官っていうのは、例えば赤ちゃんも中にいると、 いろんな音聞いてるらしいんだよね、周りの音ゴンゴンっていうちょっと洞窟のような音かもしれないけど、聞いている。ひょっとしたら父親とか母親とかの、えー、話し声も、えー、となんとなく音として聞いてるという、まあ、そういった成長の過程でね。で、その時には感覚器官がどん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 成長していく。例えば聞くとか見るとか、また目はつぶってるから、像は見えないんだけども、多分明るさぐらいは見えるようになってるかもしれない。皆さんん近くであの赤ん坊がいる <laughs> 環境にいたかしら、えー、とお腹でちょっと蹴ったりするとちょっとお腹からちょっと手とか足とかの形が出たりするんだよね。まあそういったあの感覚器官が成長していてその次に、えー、と言語を書くとこ,ろこれ生まれてからだけどいろんなものを聞きます赤ちゃんは。で目が開いて見るっていうのはもうちょっと経ってからだけど耳は聞こえてるらしくてどんどんいろんなものを聞いてるので、えー、特にお母さんは一生懸命赤ちゃんに話しかける。ね、それから 肌感覚もあるからその肌に触って温かいとか、えー、安心だってそういう気持ちがどん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 発達していく。で今度はその後にとに、えーまあ、もちろん目が見えるようになってきて音とかそれから視界に入ってきてるいろんな情報からこれは何かっていうのを認識し始めるんだけども。 AI の世界ではグラウンディングって言ってるけど、これが何か椅子ですとかテーブルですかそれ分からないよね。なんとかとかね、これがなんとかだよとか言って、こうワンワンとかニャンニャンとか、あのブーブーとか <laughs> いろいろ話しかける。そうすると、あのそれがなんだってのずっとこう聞いてるうちに、だん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 その認識能力っていうのが、えーまあ、獲得されていく。まあ、それがどういうふうに育っていくかってこう見ると、あるところでピークなんだけど、その後怒っていくんだよね。 どういうことかっていうと最初にあのあの動物っていうのは生まれてから一番最初に一番好奇心が旺盛な状況になってさまざまなそのセンサー人間が持っているセンサーから入ってくる情報を学習していってその上でマルチモーダルってこの世界で言ってるけど見ること聞くこと触ることっていろんなそれで 話し言葉でこれは何だっていうふうにアノテーションをされる、つまりこれは何だ,んだんと教えてくれる、そういったことがだん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 知識としてたまってきて、えーまあ、日本に生まれたら日本語でこれは何とかだとかいろんなことが分かる。ということが、あのこのちょうどこの生まれてからこの1年ぐらいの間に急激に進化しているっていうあのこういう状況らしいです。これは脳科学者とかいろんな方がこういった研究されていて、こうなっている。ただ恐ろしいことに、このあと急激に下がってるじゃないですか。 つまり下がってるってことは、劣化してるっていうよりは、この上がってくるところで、神経細胞とかいろんなものが進化してる、どん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 増えている。で、あるところまでいくと、まあ、ある上限に達して、で上限と後で話をするけど、人間の脳とかっていうのは、絶対的に容量があるよね。皆さん、人間の頭の脳ってどのぐらいの大きさだと思いますなんかピンとく、まあま、あ大体ね、あの数学で言えば、物体のこのボリュームの大きさは分かると思うけど、1.5リッターと。 ぐらいリその後とはだん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 その落ちてくる。つまり学習するスピードが落ちてくる。まあ、こういったことになる。で、それをね、神経細胞、皆さん脳の中にはニューロンっていうのがあって、ニューランネットの元となったニューロン、神経細胞があって、その神経細胞は実は生まれたときの一番左、1歳ぐらいのときにスパースっていうか、ちょっと素、えー、な状態。 それがだんだん,だん,だんこの密な状態になっていくと、それが、えー、とこの下は年だけども、えー、と30歳から60歳、これどんどん密になっていくる、どういうことかっていうと、いろんな情報を例えば皆さん受験勉強もあれば、いろんな聴いたり、音楽を聴いたり、映画を見たり、いろんなことあるじゃないですか。そうすると、脳の中のニューラルネーネットがどんどんつながってくるんだよね。 でつながってきて探索していって脳の中で皆さん人工知能じゃなくて本当の知能が脳の中で生まれていくわけだけどもそれが今度は加齢とともにどんどん減っていくんだなだん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 あの年取ってくるとそれがだんだん減ってきて最後はもう赤ちゃんと同じぐらいのところまでに減っていくつまり、えー、皆さんあのち近くにあのご老人の方がいらっしゃるとひょっとしたら だん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 ちょっと子供らしく可愛くなっていくっていうのを見てると思うんですがそういうふうな形でだん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 減っていくただこれはね、えー、とトレーニングでねあの加速することもそれからこの減ることもね衰退あの抑えることができるんだよね例えば皆さんが一生懸命あのたぶん赤ちゃんだって1歳ぐらいの時まで,でも今一番あのその素材としてのいろんな神経細胞が 急激ににピークななるじゃないですかその後減衰するのを減らすためにはどうするいろんないろんなものを見たり聞いたり学習したりする。で小学校の頃って皆さんすごいいろんなことを覚えさせられたと思うんだよね。あれすごいあの重要なことでやっぱりそれをすることで脳,脳がどん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 トレーニングされて、えー、その神経細胞の,その探索がどんどん増えていく。でいろんなとネットワークがつながっていって基本的ないろんな あの知識とかその認識の,あの、まあ、ニューラルネットで言えばあの AI で言えばトレーニングをすることになる。でその後ねぼーっとして過ごすとチコちゃんみたいに怒られるわけだよねぼーっとしてんじゃないよって,って。ぼーっとしてとだんだん今度はそれが切れてくる。そうするとねだん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 あの元に戻ってしまう。こういうのがあるので、ね、皆さんとにかく頭どんだけあのいろんなことを考えたり妄想したりするかってとっても大事だということでそれを。 もう一回思い出してもらうために先生がこの,あの,この半年間のくたらぎゼミ,ゼミを、えー、やりますということなのでまず、えー、皆さん理解しておいてください。加齢とともに減少する好奇心とあってこれ基本的に好奇心ってだん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 年取ってくる年取って,るって皆さんぐらいの二十歳ぐらいでもすでに分かってやもうとかっていうのないですか知ってるよとか。 聞いたよとかっていうと、聞いたよって言って、そういうふうに言ったら、もうそこから好奇心がなくなるので、そこから先はそこの,、えー、の皆さんの頭の中にニューラルネットはどん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 劣化していく。だけど、えー、例えばなんか音楽のこれが好きだとか、アニメのこれが好きだとか、食べ物でもいいけど、こんなもんでもいいけど、なんか好きだって言うと、どん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 ,どんそこのニューラルネットがつながっていって、皆さんの脳はさらに活性化するですよ。なので、とにかくあの、 活性化をどれだけ皆さんにしてもらうかっていうか先生がどれだけそのサポートできるかっていうゼミでもあると思ってください。でこれで加齢とともに検証する好奇心ってこれは、えー、と見てると右側はそのまあティーンから始まって50代60代70代とやっぱりこう好奇心が落ちてくるわけでいろんなやつね。でもこれは人によって違います。例えばあの80になっても90になってもひょっとしたら100歳になってもすごい頭脳明晰な方もいらっしゃる。 40歳、30歳でもうぼーっとしてると、だん,だん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 ちょっと劣化していく方も中にはいると。皆さんなるべくそうならないようにっていうことで、この脳のトレーニングと脳の劣化って何をが一番のキーになるかっていうと、好奇心なんですね。好奇心。好奇心がすべてやっぱりその脳のニューランネットの成長を助けてるんだよね。 これあの例えば皆さん近くにあの子猫が生まれてどっか見るっていうともう一生懸命見たりしてるじゃないですか好奇心の塊なわけでで大体ちょっとこうもうあの何もしないでとーっとしてる子っていうのはちょっといよいよちょっと危ないなみたいな感じでねで実は先生の大好きなあの童話の一つに皆さんご多分知らんと思うけどもミハイル・エンディ エンデっていうあの童話作家がいて、ミハイル・エンデって、北欧の方だね。その方があのネバーエンディングストーリーっていう小説を書きました。聞いたことないと思うけどね、ネバーエンディングストーリー。日本の代では果てない物語、果てない、つまり果てがない物語、果てない物語っていう童話です。童話といってもちゃんとした本なんだけども、これ映画になって、ここにある映像は映画のシーンで、でこの中にいる えとこの左下にいるこの,このドラゴンの前に立っている男の子が主人公ですで。この主人公が冒険の旅に出る。で冒険の旅に出ていくんですが、だん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 出てく間に、えー地,平からね、地平から黒い,黒い,っていうか灰色の雲がどんどん,どんどん湧いてくる。きれいな緑の,この景色がだんだん葉っぱが落ちて枯れてきてで葉っぱもなくなって。 あのぬかるみと枯れた木みたいな沼地みたいな存在になっていってでだん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 その黒いあの雲がどんどん襲ってくるんだよねでその雲のことをその映画とか小説の中では英語でナッシングナッシングって言ってナッシングがどん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 攻めてくるで最後は一生懸命頑張るんだけど沼地に沼にこう引き込まれようそうになったり色々して最後は全ての世界がそのナッシングに全部飲み込まれてしまうところがねでそれで 要するに自分の周りのものが全部緑のものとかきれいなものが全部なくなって沼地になってで、えー、泥だらけになって雲が襲ってきて周りのほんなんもないと、まああのまあ、災害に遭ったあの、まあ、土地みたいな状態になってその時にこのアトレイユっていうこの主人公は嘆,き嘆くっていうかもう本当にすごく落胆するわけだでその時に最後に、えー、とこの右上にいる、えー、とこの小さい女の子 これはあのその時はプリンセス、王女様。でプリンセスがあの壊れた宮殿の中に1人ポツンと座っていて、で彼はそこに歩いていって、すべてがなくなってしまったと嘆き悲しむわけ。ね、ところがこのあの、この王女様が、えー、そのアトリエユの手を持って、自分はこう手を閉じてるんだよね。で、そんなことないよって答えます。 「そんなことないよ」って言って「見て」って言うと手の中をちょっと開けるとそこには光り輝く玉があってその光り輝く玉がこう開けた途端に周りが明るくなるんだよで。でその時に「大丈夫よ」って言ってこの王女が言ったのは「こここれが希望よ」と「希望です」というそういうエンディングなのね。要はあの子供が好奇心失うって瞬間みんなそれぞれあるじゃないですかなんとなく失っていく。 皆さんが小さい時もいろんな好奇心の塊だったと思うんだけどもだん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 好奇心が失われていくとそれを決して失っちゃいけないよっていう童話だのねこれ先生大好きで, <laughs> でこういう好奇心がやっぱりすべて、えー、皆さんのやっぱりこ生きていることそれからこ人間の人間っていうか生徒は地球の未来人,人類だけじゃなくて地球の未来をあの ドライブしてるんだなっていうふうなことを考えながらこの授業をやろうとしてる。例えばこれネットから持ってきた映像だけど、この子猫とか先生も猫をたくさん飼ってるんだけど、猫って子猫のうちはとにかくまとわりつくんでね、いろんなことをやりたいと。とでもねあのと、十何歳になるとね、もうどでっと昼も夜も寝てるっていう感じになって、<laughs> ね、なかなか運動もしないと。まあ、そうするとね、化けモみたいになってくるんだけど、えー、やっぱり。 若いいいうちっていいですねで右下ってあの火星にあの衛,星が衛星を飛ばしたとアメリカが、NASA が。その時の衛星の名前って c u r i o テ s i t y っていうんだよね。c u r i o テ s i t y っていうのは英語で好奇心。好奇心っていう衛星をじあの火星に下ろして、でそこでトコあのトコトコ,トコ走り回りながら写真を撮り回ってとあの地球に送る。本当にこれ好奇心だよね。人類の好奇心を火星に送ったというような。 えー、ことだよねでそれをあの皆さんに、えー、もう一回思い出してもらおうということでこの、えー、コースをやるんですが去年とかおととしはね1年間やったんだよね。そうすると皆さんね前期は頑張るんだけども後期はバイトかなんかで来なくなるっていうのもあってあとはもう一つは、えー、と必修授業でレポートがたくさんあるのでそれを全然あの終わらせられないでなんかまそっちで頑張ってるっていうのもあって。 だとするとあの好奇心がだんだんあの失うほどいろんなことやらなくちゃいけないっも確かにそうかもしれないので、えっと、今回は今期は前期集中、えー、7月の終わりまで半期集中でやりますいいですかということで、えー、先生が今までちょっと名前置きはなかったけれども皆さんの、えー、好奇心 を刺激するようなトピックを皆さんにお届けして、でこれはインタラクティブセッションでやりたいと、まあ。インタラクティブセッションでこういうふうに集まっていますが、ただ先生から皆さんに、えー、話をするだけではなくて、えー、皆さんから手を挙げて、これは分からないとか、ここは知ってるとか、これは何ですかとか、そういったことを、えー、どん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 話して聞いてください。で、最初は緊張して、なかなか手が上がらないのね、毎回ね。 緊張する理由はどうやって何を聞いていいか分からないとかね分かってんだけど言葉になかなか出てこないとか、えー、恥ずかしいとか <laughs> あるんだけど全然気にしないでどんどん話をしてくださいで今日あそうだ言い忘れたけど、えー、去年も一昨年もうんも近代の情報学部の生徒しかこのゼミに参加できなかったんですよところがあの先生の友人も含めてあの 話を見たたたいいいいととかか聞きたいとかっていう人が山たくさんくで一部 YouTube にあのダイジェストが載ったんですがダイジェストはやっぱり所詮ダイジェストなんでじゃあ V で撮って、まあ、多少の編集はするかもしれないけども V で出そうか。 いうのが、こときしの、えー、目論くみで、ちょっと後ろ振り向くと皆さん顔映ってしまうので、えー、後ろに、あの、固定カメラがあって、えー、それで固定カメラで映ってるのは先生だけ、皆さん後ろ姿ということで、えー、とりあえず、録画します。で、皆さんが質問するときも、あの、後ろ振り向かない限りは皆さんの顔見えないので、わかんないので、<laughs> あ、なんか質問するというか、こっち見てしてください。いいですかはい。こんなことで始めます。それで、ゼミのテーマ、 ですが去年も一昨年もえっ、ー、もいろんなテーマを先生が持ち出して皆さんにお話したんですがその都度言ってたのは多分来年になったらこの資料の半分はもう古くて使えなくなってるよねって新しい、えー、いろんなイノベーションがどんどん起こってるはずですよと予言していって本当にその通りになってるで一昨年のあのテーマはもうすでに古い もものも結構あってで去年のテーマもかなりもう実現されていて実は皆さん知ってるようにとも今の生成 AI とかいろんなものがどんどん実用化されてるわけだよねだからそういったこともあるので今年はちょっと,、えー、とまたテーマを入れ替えて、えー、今起こっていることで一番皆さんが関心あるだろうもしくは情報学部生としてはここに関心のポイントを思わず持ってってもらいたいというようなところを先生が選んで、えーえーまあ、ある順番で、えー 皆さんに毎回毎回、えー、ゼミのネタとして振ります。で、最初の1回目、今日ですね。今日が1回目。で、4月中書いてありますが、えー、ここでね、いきなりあの、ちょっと AI の話を、えー、イントロダクションで振りたいとてます。去年までは AI って言ってもね、それいつの話かな、10年後かな、みたいな感じだったじゃないですか。皆さんは多分そうじゃないよね。もう皆さんは実はもう AI ネイティブなんだよね。生まれたときか学校に入ったときからあるよ、みたいなね。 それ結構幸せなことだと思うんだけどなのでそういったあの AI についてちょっとあの今回のゼミでは前期では結構厚めに、えー、先生取り上げます。で今日はとにかく初めてなので AI っつってもいつぐらいからそういったコンセプトが、うん、出てきてでどういうふうな形で今今日ここのこの大躍進の中にいるか。 ということをまず説明したいと思います。難しい話じゃなくて、ちょっとこの時は今日は過去に振り返り、振り返りとして話をすると思う。ほとんどは先生は今よりちょっと先からさらに先のことをお話しすることが多いんですが、ちょっと振り返りでお話をしたいと思います。なぜ AI の歴史って意外と長いんですよ。で、それが今日ね。で、来週、ここはね、多分情報学部生としては、あのほとんどやったことないというか、多分あの情報学部の先生たちもあんまり あんまさ実際は触ったことがないかもしれないけど、皆さん、半導体、今、騒いでるの分かります例えば TSMC っていう台湾の会社しか、えー、の高精細の半導体作れない、アップル、iPhone とか、それから、えー、そうね、あの例えば NVIDIA の GPU っていうゲームに入っているエンジンがあって、でそれで AI も計算できるよと。 そういった最先端の半導体っていうのはもうごくごく一部の,あのファンドリーでしか生産できないもしくはごく一部の研究所でしか、えー、研究できないぐらいな巨大なビッグサイエンスになりつつあるんですがその半導体の最先端を先生が解説します。 でちなみにあの先生はあの元ソニーグループにずっと同じでもいたけども、あのまあ、テ,テク系は全部カバーしてたんですけど、ある一時期はソニーの半導体事業本部の本部長でもあっっていうのもあるし、えー、2000億とか3000億円の投資は自分でしたっていうのもあるんですが、そういった半導体について、皆さん他ではなかなか授業で聞くことないと思いますが、えー、楽しいような話をしますから、楽しい話し方をするので、えー、聞いてみてください。で、皆さんあのこんなことが知りたいっていうのがあったら、 えー、チャット GPT に聞ける先生の話がよっぽど濃いので、そこで聞いてください。それから2回目。あ画像センサーの話をするね。皆さん、あのスマホには今、目がたくさんついてるじゃないですか。かあの目っていうのは、あんな小さいところにとんでもない昔の一眼レフのカメラ以上の性能が入ってるわけだ,だその。そういったセンサーであるとか、あと車には距離を測るセンサーも今、入りつつある。ので、そういった機能センサーって言ってますが、その機能センサーの話もそこで取り上げます。 あくまでもね、このゼミは授業じゃないので、皆さんの興味を刺激するためにやるので、興味があったら、まあ、先生に聞くのもあるし、皆さんで自分で調べていく、調べてみる、あとは友達同士で共同でなんかあの話してみるっていうのを、どんどんしていただきたいと思います。次にね、3番目、三次元物体形状抽出って何のことか分かる分かなんとなくこれだけ聞いて分かる学生いる わかる、なんとなく分かったっつって手を挙げたほうがいいよ。こういう時ってね、日本人ってまず手を挙げない。で、ある他の国のでは、まあ、国情によって違うんだけど、手を挙げるんでね、ガッて挙げる、とにかく挿してくれと。で、刺すと、えー、へへへっつって答えられないっていう、<laughs> あの答えられいか、質問忘れちゃいましたみたいな、とにかく手を挙げる。自己アあのセルフアピアランスがすごい大事なんだけど。 3次元物体形状って、例えば先生今これ、うん、これ持ってるとね、これの形状を情報システムが認識する必要があるんだよね、やっぱり分かる。情報システムが認識する必要がある。これはアトムじゃないですか、物体じゃないですか。でもこれは実はリモコンでボタンを押すと何かが起こる。中にはプリント基板とか IC が入っていて、電池も入っていて、でどうのこうのって。こういったあの、えーと、これが何か、What is, what is it? というものが。 大事で、これの計測するのに外側だけ計測するっていうのと構造的に中身まであのあの推論するとかいろんなやり方があるわけでね。で、今は表面から見てこれがどんな物体かっていうのが今時の、えー、皆さんの手に届くところであって例えばどんなことかっていうとネット上でこれをなんかちっちゃい回転台に乗せてくるくる回したりスマホでこう取り回したりするとなんとなく物体になる。 その物体を3次元物体でいろんな面から見ることができる、まあ、ゲームの世界だよね、まあ、そういったことができるような、えー、とおー仕組みがさまざまなフレームワークで提案されていますこれち,ちょっとこの話をすると時間的にないけどフォトグラメトリーってのはたくさんの写真を集めてくることに報告が取った写真を集めてくることで物体の形状を、まあ、取りまとめて、えー、一つのモデルにするってやり方だしボルメトリックっていうのは うん、動い例えばダンサーが動いているというときに、複数のカメラがあると、任意の視点からそのダンサーを見ることができる。これはあのスポーツの観戦にも使えるんだよね、例えばサッカーのピッチを複数のカメラで撮っていて、で任意の視点からのプレーを見るとっていうこともできるので、えー、コンサートでも使えるね、任意の席から、えー、ステージを見ることができる。 まあそういった技術がボイルメトリックとか、まあ、いろんなものが今出てるのでこの辺の技術の開発をし解説をします。で第4回、えー、自動運転システム、あのー、自動運転の車っていうのが、まあ、タクシーとかバスとか含めて今動き始めているし、まあ、中国ではもうかなり実用領域に今入りつつあるだ自動運転にはそのセンサーもあればその頭脳も必要だっていうことでさまざまなトライがされている。だ の技術開発の状況を皆さんにお届けします。で第5回皆さんロボットっていったらアトモとか,かガンダムとかの思い浮かべると思うけれどもあの通常の,あのロボットっていうのはあの工場の中でこう手が動いてカチャカチャいろいろやってるってロボットね、うん、ファナックとか、まあ、そういったロボットが、えー、自動車を今作ったり、えー、iPhone を作ったりしてるわけだ。 でそういったそれらをまとめて産業用ロボットって言うんだけどその産業用ロボットでとかそれから AMR ってどんなことか分かんないかもしれないけどアマゾンとかに行くとあの棚をえいっと持ち上げて床の上をずっとぐるぐるもあの引き回すっていうあのあの搬送ロボットって動いてて、まあ、それもロボットなんでね分かるかなでそういったロボットで、えー、あの倉庫そのものが移動する。 倉庫の棚そのものが移動することによって、えー、この,の AMR とか GTP とかって GoodToPerson ってつまりオペレーターのところにもう棚が手元に来るっていうそういったロボットが今いろんなところで使われています。でこれま皆さん見,れる見ることはほとんどないどうしてかっていうと入っちゃいけないって帰れないところなのでだけどあのそれも含めてあの先生が例えばこんな状態になってるしこんなところでこうやってるよっていうことを説明します。 第6回になっていよいよの今の真相学習ね。心臓学習というのはニューラルネット。でこれの,あの最先端の、えー、進化が今どこまで進んでいるかというのをなるべくわかりやすく皆さんにお話ししたいと思います。で、これ6回で5月の24日で今から1ヶ月あるじゃないですか。この1ヶ月の間にまた新しいことがたくさん出ているはずなの、ね、でね。そういったことも含めて解説をします。で皆さん自分で関心があったらそこからはもうどんどん自分で調べていってください。第7回。 これは、えー、NLP、ニューラルラングエップロセッシングって自然,言自然言語処理って言ってるんだけど、皆さんあの言葉って、活、まあ、字で書いてある、こういうふうに話してる言葉ってのは記号なんだよ。この言語とかいろんな文字っていうのは、皆さん意味を見てる。そこに意味とか伏線とかいろんなものを認識できるじゃないですか、人間って。だけど、所詮は全部記号なんだよ。文字コードに直したら完全に記号。その記号の中に意味がある。 意味があるってことは人間はそこまでトレーニングしてるわけだ。例えば単語っていうものが文字列があると、それは名詞ですとか、それは動詞ですとか、助詞ですとか。で、それらがつながると文章になるじゃないですか。そういったのはトレーニングしてるので、えー、分かるわけだ。だけど、他の国の言葉とかは全く分からないでしょ。例えばそれが英語だったらアルファベティカルなんで、なんとなくは分かるにしても、じゃあ皆さんギリシャ行ったりなんかすると、もう全然違う、象形文字みたいな延長線上の文字なので、全然分からない。 だからそういったあの形としても記号だし発音としても全然違うましては文法も全然違うよね日本語の SVO とあの日本語の主語述語とかと SVO は全く逆転してるし、まあ、そういったことも含めてそれらを、えー、と認識しようってこある一種の,あの AI ですが認識しようっていう取り組みはもう相当昔からあってでそれらが今大規模言語モデルまでこう進化してきてるわけだけどその、えー、進化の、えー、流れ とそれぞれぞのの、えー、どこに大きな進化があっったかっていうのを説明しますこの第7回、たった5月の31日、この2ヶ月でこれだけやりますかやるので楽しみにしてください。1回でもこの出損なうとなかなかキャッチアップが難しいかもしれない。第8回、6月に入るとね、今度は今まさに今、ポットな話題になっている生成系ね。 ステーブルディフュージョンとか例えば絵を描きます音楽を作れますとかねいろんな作れます系が結構今どん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 増えてきてるでそれでつい最近たらオープン AI で空って聞いたことある空っていうフレームは聞いたことあるい,ている動画作れます何な,ならば動画作ったやつであのこれあのもう今ネット乗っ,ってるけども雨に濡れた、えー、と渋谷の街らしきところをあのコートを羽織った女性が歩くみたいなシーンなんですが まんま,まんま本当にあの普通に V で撮ったような映像で,で V とちょっと違うのは著作権の問題があると思うんだけどビルの看板がなんか不思議な文字になっているとあれはわざとやってるんだと思うんだけどね実際のリアルの,あの文字が「松木よう」とか出てくるとなんかいろいろ良かったり悪かったりするじゃないですか,だからそれで、えーまあ、そういったものが言葉だけで、えー、トレーニングしたりニューラルネットが動画まで作ってしまうそれができるとえこれってっていろんな妄想がたくさん湧いてきてね 相当先までの妄想枠く人たちもいれば、もう今の自分たちがやってる仕事そのものが、えー、こっちに移行できるんじゃないかとか、もしくは移行されたらあの失業してしまうんじゃないかとか含めていろんな議論が今されてるけど、この進化はものすごく今早いです。多分1か月、2か月経って、もう1年経ったらもう全然違って、今あったよねぐらいな感じになると思います。多分あの皆さんの次の4期生ぐらいになってくると、え、もうあったじゃん、昔からっていう感じになるかもしれない。まあそんな意見で今あの 進化してた次はね9回空間生成 AI ってさっきあのこういった物体がどういう,こうあのもあの見え方をするかって話したけども例えば皆さんこの部屋オンデマンドサロンオンデマンドサロンこれってこの空間って、えー、どうこれやっぱ設計図があってそれでいろんなあのメーカー層がいろんなあのクラフト版が照明とかいろんなものを作っ,て作ったんだけどこれをさ えとデジタルの世界で、えー、このデ,じゃデジタルツインと後で話をするけどあの、再現することはできるんだよね。もともとこういったビルっていうのは設計図があって、設計をした人はあのインテリアデザインとかエクステリアとかいろんなものを書いてるわけだで。それらを全部デジタルドメインにして、えー、今のゲーム機に相当するぐらいの精度でレンダリングするというのは、つまり、えー、指示で再現することができて、できてで、こういったいろんなあの物体とかアセットも。 あの手に取れる状態になるとかっていうと、これすごい魔法になるんだよね。あの皆さん、オンデマンドサロンに今いるようにな,なってるけど、先生がどっかのボタンを押すと、プッシュってみんながどっかに消えて、パタプシュッと押すとみんなここに現れるっていう、まあ、えなんか本当に SF の映画みたいな、ね、ことになる、どっかでなる可能性があるわけだ、まあ。そういったあの、えー、と空間生成 AI っていうのは、まあ、あの今、研究テーマの最前線になってます。皆さん、Teams、とか あのズームとかってやってもなまあ確かに音んだろうな応答の遅れ,応答遅れとかっていうのはその感じなくなったけどもやっぱ所詮は小周りの映像の中でいるじゃないですか,だからそれがこういった密度で、えー、と共有できる時代っていうのはあと100年なんて絶対かかんないもっとずっと短い時間で来る可能性があるでそういったあの話をそこでします。第 10回、デジタルツイン。デジタルツインっていうのは、まあ、双子、デジタルの双子っていう意味ですが、えっと、デジタルツインっていうのは、例えば、まあ、この、これって物体実際のアトモだよね、製品。だけど、これのデジタルツインっていうのは、完全な構造で作りれるわけだよ設計図もあ,る設計図があったり、観測データがあれば。で、デジタルツイン上でこのボタンを押すと、同じようにハプティクスで押した感覚があって、 コマが動くなんてこともできるかもしれない。で、このデジタルツインというのはあのデジタルになるが何ができるようになるかっていうと、計算可能になるわけだ。だかリアルの物体っていうのは計算可能じゃないじゃないですか。<laughs> ところがデジタルツインになると、あの、インフォメーションワールドに入るので、例えば時間軸を変えるとか、えー、いろんな要素データを動かすとか、環境データを変えるとかっていうのできるわけだ。つまりシミュレーションすることができるし、加工することができるし。っていうことで、 もちろん物体移動もすぐできるよね。だからそういったことで、このデジタルツインっていうのは、ものすごくこれからの多分、この10年間の世の中を変えてしまうかもしれないっていうふうに、スクラッタの先生は思っているとあの。メタバースっていうのは、阪神のザッカーバック見ても誰も嬉しがらない人と一緒で、キモ,キモいってだけじゃなんだけどあの、実際はデジタルツインって全く意味が違うとです、ね。AR とか VR とかも、あれはただ、あの、 レンダリングとかビジュアライゼーションをするためのインターフェースだけど、インタラクションをするって意味からではそれほどなことはできない。ね、だそれがここの中にとてデジタルツインのキーワードの中で下に書いてあるけど、計算可能なリアルワールド。計算可能なリアルワールドというのは、あらゆるものが計算可能になるとい,いう意味ですね。あらゆるものが計算可能になるというのは簡単な言い方ですけど、実際すごいことで、えー、例えば皆さんの,あの生態、 人体,人体が計算可能になったらどうなるって想像しただけですごいでしょいや病気の部分はすぐ置き換えるとかね、ううことはできるかもしれないし、なんか怖いかもしれない。<laughs> その次はね、えー、と6月28日はバーチャルプロダクション。これはあのベタな言い方だけど、全く何のことか分かんないでしょ後でちょっと映像を出す機会があると思うんだけど。 皆さんコロナになって4年前かなコロナに3年か4年前になっていろんなことが制限されたと。外出するのが制限された、えー。友達と会うのも制限された。マスクしなくちゃいけない。で、その中でい,いろんなところに影響があって、例えば映画を作る、えー、ときに普通ロケをしてたんだ、それまでは。ロケをしてた。とあのコロナになったらロケできないじゃないですか。外出制限もあるし、移動制限もあるし。ね、それからコマーシャルを取ります。ね、あのどっか。 どっかの何番でもどういろんなところで銀座とか行ってそれでコマーシャル撮ったり車のコマーシャル撮ったり化粧品やったりでそういったもののロ,ロケができなくなった映画も含めてね、まあ、そういった時にだったらってんでそこでイノベーションが起こってじゃあそこに行って撮ったと同じかそれ以上の,あのクオリティのえバーチャルスタジオを作ってしまおうというのでそれを作ったのが、えー、バーチャルプロダクション でどういうものかというと、口頭で言うとピンとこないかもしれない後で、調べてください。例えばね、あのはい、部屋全体の部屋の半分ですけど、半分ぐらいは天井も全部含めて取り囲むような超高精細なディスプレイがある。でそこに、えーと、こういったあの椅子とかテーブルとかはリアルな物体があって、俳優さんとかもモデルさんもいると。で、その間にいろんなアセット、例えば草,あの草花とかいろんなものがあって、それを。 あるところからのカメラで撮るんだけど、ただ撮るだけじゃなくて、天井にはさまざまな光源があって、ね、あの太陽の動きとか、もしくは何かがこう動くと、その光も全部連動して動く、つまりすべてが計算可能になっているスタジオ。ね、で、そこで撮ると、えー、あたかも例えば、そうだね、あのトンネルの中をあの車が突っ走ってるとで、それを真横から撮っていくドライバーと一緒に並走するっていう画像は、昔だったらドローンを飛ばして撮るって感じだったんだよね。 ところが今の撮り方はもう固定カメラと車があってでその後ろの,あの飛んでいく映像がディスプレイに映ってるとで当然トンネルの中にあのライトがポンポンポンってあるじゃないですかあれが通過するごとにそのリアルの手前のえと環境に全部それが反映されるので実際撮ると本当にえとトンネルの中を走っているように見え,る見えるんじゃなくてそうでしか考えられないというような映像になるんだよね。 とということで今えっと映画制作もコマーシャル制作も CM 制作もかなりの部分が今バーチャルにバーチャルじゃなくてバーチャルじゃんスーパーリアルだなスーパーリアルに今なりつつあるそういったフレームワークはバーチャルプロダクションこれがあるとまあ一部のところが計算可能になってるけどこれがもっとスケールしてある地域がそういうふうになるとどうなるそこに行けるでしょう眼鏡かけていけるかもしれないし、えー そろそろ、あの、欄干で立体で見えるディスプレイっていうのも出てくるので、そうすると、もう VR クラスいらんっていう状態で見れる。と、あの、ズームの時代とか、ティームズの時代って何だったんだろうねと、ということになるかもしれない。まあ、そこに行けるから、そこに行けるってことはどういうことかって,って、どこでもドアができると,ということですね、体験上。で、これ、あの、例えば、ご両親が遠くにいるとかっていうときもそうだし、できるよね。それから 計算可能なリアルワールドって必ずしもリアルタイムである必要なくて、それらの、えっ、ー、と、情報が、に時間軸情報があったとしたら、そこの時間軸に飛べるわけで。例えば、今から1年前のどこみた <laughs> いな言ったらそこにポンと行ける。っていうのは、それは、時空間移動になるので、もう飛行機に乗らんでいいっていう世界になる可能性がある。それは、例えば、あの、バーチャルプロダクションで、ボケハンしなくて済むっていうのと一緒で、飛行機に乗って、 えー、何時間もかけてどっかに行くよりも逆にあのメリットはたくさんあるじゃないですか混雑に合わないとかね、まあ、混雑が好きな人は混雑モードを作ればいいんだけど混雑に合わないとかっていうのを含めて、えー、おそらくそういう時代って皆さんが作るんですよ皆さんが作るんだけど実現できると先生は思ってる7月5日12回目はヒューマノイド あのまあ、言って人型ロボットこのヒューマノイドもかなりなとこ進化今しているのでその時点のヒューマノイドもここまで来てるっていうのを動画付きで皆さんに紹介したいと思います。今時はあ,のあの中国であるとか、まあ、日本でも一部始まってるけどアナウンサーが全部あのデジタルヒューマンだったりするっていうのがあるんだよね。全然わからないですよ。全然わからない。本物にしか見えない。 であのコンパニオンエージェントっていうのは、まあ、話し相手も含めて、えー、になる、なれるエージェントだよねで。話し相手だけじゃなくて、自分の代わりに何かやってくれるかもしれない、そういったエージェントになれる可能性がある。これ、あの皆さん映画は見る機会がどのぐらいあるか分からないけど、ブレードランナーって結構昔有名な SF 映画があって、それの2作目で、えー、ブレードランナー2049っていうのがあって、そこに、あの ジョイっていう名前のコンパニオンの、えーまあ、バーチャル空間にいるエージェントが出てきてそれは女性の形をしているんだけども実在しないんだよ実在しないだ,だけどそういったエージェントはあの主人公の話を話し相手になってくれたりいろんなことをやってくれたりするわけだ、まあ、そういったエージェントがリアルのボロボットで実現することもあれば映像の中に存在しているということもあるかもしれない、まあ、そういったことも皆さんが生きている間には絶対実現される。 ようななな、えー、フィーーチャーなんだな最後3つ医療革命医療革命は、まあ、本当にあのコロナの時にそれまであのあいったの伝染病が起こると大体どういうふうに修練するかっていうと、えー、例えばペストとか昔だと、あのー、スペイン風邪ってあってスペイン風邪っていうのは今でいう A 型インフルエンザです。であれにで例えばヨーロッパのある地域だと人口の90%が死滅した。 で、残りの1 2、2%が生き残った。で、それはの獲得免疫っていうか、免疫をすでに持っていたか、それから遺伝子の変異があって、えー、そのウイルスには、えー、効かない、つまりウイルスそのウイルスにはやられないっていう生態が残って、で、またこの,あの人類が引き継がれていく。バイオハザードって、まあ映画あのまあ、ゲ,ゲームがあるけども、まあ、そういった世界かもしれない。でもそれをやるためには人類とかいろんな生物を死滅するよね。 あのよくある鳥インフルエンザとか、あの豚インフルエンザとかってやると、あのかわいそうにみんな焼,きあの焼却してしまうじゃないですか、そうしないと死滅してしまう。ああいった家畜っていうのは、クローン、遺伝子のレベルが結構近いんだよね、近いの。なので、どっかで死滅する、つまり弱いとあの絶滅してしまうということで、その養鶏場とか養豚場から外に菌を出さない、菌っていうか、ウイルスを出さないということをやってるわけだ。 で人間というのは種いろんな種が言い混じってるので、えー、誰かがかかったら全員がかかることはなくてい <laughs> っぱい強いあの体力があるっていうかコースあのなんだろうな自己自由能力がある種がまた次の世代を引き継ぐというようなことになって,してきたんだけど、ねまあ、そういった中でこの3年の中で実はあの打ち勝ったよね。あの 普通はもう本当に人類の90%、90%何は死ぬだろうっていう病気が、まあ、亡くなった方は本当に結構お気のなんですが、あなんかだん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 過去の話になりつつあるじゃないですか。それを作ったあの技術っていうのは、実は計算機科学もあれば、その培養とかいろんなものが全部合わさって、えー、すごいことをやったんだよね。で、ノーベル賞を取りました。で、そういったノーベル賞を取った技術。 これ情報処理ですけどもそれを皆さんに紹介したいというのがこの医療革命のところそれ以外もそこに書いてあるようにその遺伝子工学であるとか皆さんの DNA の解析とか遺伝子使用とか、まあ、昔だったら SF だったようなことが今だん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 知見に入りつつあるのでその辺を紹介しますで最後から一つ前は BMI ブレインマシンインターフェースこれって あのアニメの世界ってあるよね、頭にガンとこうプラグを刺すとかみたいな世界があると思うけど、本気になってイーロン・マスクが頭にこうプラグを刺した、刺す研究員がやってるよね、ニューラリンクってね。で、どういうモチベーションかっていうと、そもそもあの、えー、IQ1000 の子を作ろうっていうんじゃなくて、えー、と、 例えば、転換とかパーキンソンとかいろんな疾病があるときに、それをブロックするとか、そこを改善するとか、まあ、そういったことをやるために、脳の一部に、これ、医療行為なので認可が必要です。認可、お医者さんの関与も必要なんだけど、えーと、脳の表面に電極をつけて、でそれをもとに情報をあのあのフェッチしたり、逆に脳に信号を与えたりということで、えー、発作をなくすとかね。 まあ、そうういいったこととやろうとしているで脳と直結する、えー、と AI っていうのが漫画の世界とかアニメの世界であるんだけども、まあ、テクノロジー的にはいたそういったことを研究している先生たちとか領域があります。で最後は量子コンピューティング。量子コンピューティングってうと,、まあ、とんでもないことができるってことはもう前から分かってるんだけどもなかなかねなかなかそれが安定した状態で、えー、使えるようなとこにはなかなかなんなかったんですがようやく最近あのだいぶそれに近づいてきたと。 ということなので、その時点の、えー、最先端的な、えー、と研究の様子を皆さんに紹介します。これをね、7月までやるからね。いずれにしても、情報の鮮度って意味からすると、あっという間に古くなるので、なるべくホットな時点,時点で見ていただきたいなと思います。はい、ここまででイノベーションのゼミの概要をまず話したんだけど、何か質問とかありますか確か第11回目の。バーチャルプロダクション。あ、バーチャルプロダクション。で、これで、その、うん えっとまあ、僕らそのリア、まあ、DR の世界があの別の場所であの完全に再現できるってことでちょっと今想像したのがその例えばあの映画館があるじゃないですか、うん、で映画館とかあのあのオーケストラとか、うん、そういうのであの本番の,あの迫力だとか、うん、その演奏者側からの視点とかあのいろんなあの視覚だとか聴覚だとかそういう情報が僕ら得ることができて多分あの生で見に行くよりもあのすごいあの 目新しいだその新しい情報が増えると思うんですけど、そ,うそれが仮に実現し,実現しても完全に普及した場合、その実際にその生でそのオーケストラに行くとか映画館に行くとか、そういう価値っていうのは、また新しく生これはなかなかいい質問なんだけど、あの先生は月に1回ね、ちょっとあの昔はジャズの,あのじゃあライブハウスにガンガンやってるんだけど、今、クラシックも結構応援してるのね、コロナになってクラシックコンサートできなくなったんだよ、3年間。 ちょっとね、楽団員食べていけないっていうのがあって、だったらねってんで、積極的に行くぞって言んで行ったんだけど、あのいろんなあのオーケストラって、席によって全然見え方とか音の聞こえ方とか全然違うのね。例えばある人は、ど真ん前の指揮者の真ん前に座りたいと。でも指揮者の真ん前っていうのは、いいようでいて、奥の例えば金管とか木管全然聞くあの見えないとかね。えから、よくあの VIP が座る席っていうのは、席はいいんだけど、音としては必ずしもベストじゃないとか。 いろいろ席になって変わるわけだ。だからそういった体験ができるようにはなるだろう。先生が好きなシャーイオニストとかピアニストとか、それぞれいるわけ。例えば僕、OK、だと80人ぐらい並んでるんだけど、もうどの,どの人が何を弾いてるかまで見えるところで行って、でそこでこう見てるとかね。まあそんなのが楽しみなんだけど、それもできるようになるんだよね。例えば皆さんライブに行って、えっ、ー、と、じゃあアリーナ席だっつってアリーナ席布って知ってる <laughs> みんな行ってるよね。みんな立っちゃうからね。で、見えないんだよね。 好きな席に行けるかもしれないっていうチャンスはあると。うん、あとそうだな演出家にとってみればチャレンジだよね。あるところからだけ見てほしいのにアリートはライブところから見られたくないっていうのもあるかもしれない。でスポーツは結構いいんじゃない例えば FIFA とかバスケットボールとかってシューターの視点とかねあのディフェンスの視点でしかもライブでこう動ける。 これ実際カメラワークでやるの大変だよね。まあ、いろんなことがこれから生まれるようにって何が一番いいのかと。あと、例えば一番あのこの席がいいってなったとすると、そこは実際,あとあの実際のリアルワールドで1席しかないじゃないですだけどそこは多重に売ることができるわけだよね。そこに。いいよ、この席でと。ひょっとしたらその席、あの買い占められてしまうかもしれないけど、<laughs> まあ、そんな体験ができるかな。に この,、はい、の中で、9回の全能 AI ってどんなものなんでしょうか、はい、全能 AI ってね、こあのその時もちょっと話すけども、すべての地、人類の地、今の地だけじゃなくて、過去も含めて、何でも理解できる AI っていうコンセプトだと仮にすると、これ人類、例えば70億人いて、それで過去まで,で、ね、なると、もとんでもない数いるじゃない。ぜ人類が作り上げたその 本とかもすごいじゃないですか。あとネット上に書かあの書かれているいろんな情報とか、それらがを全部知っている AI。これってあの論理的には考えられるよね。だけど例えばえっ、ー、とこれコンピューター サイエンスの方立場で言うと、それって全部オンメモリーに置かなくちゃいけないんですかって、オンメモリーだから、コンピューターにメモリーってあってで、そのオンメモリーって広大なメモリーっていうのは実は難しくて、で皆さんの持っているパソコ PC もメインメモリーいくつって書いてあって、あと外部メモリーになってるんです。外部メモリーになればなるほどその先にネットワークになればなると、アクセスが遅くなるわけだ。ということはあの急、急にいろんな情報を取ってこれないとかね、参照できない。 でそれをやろうと思うと何が起こるかっていうと、えー、と今何、1000億円を超えるだろう、データセンターの中に NVIDIA とかいろんな CPU がガーっと並んでて、近くに発電所がないと動かないっていうとんでもない大きな AI ファームがあるんだよね。でそこの中に行けば、ひょっとしたらモニタールームに行けばね、いろんなことがあのすぐ取り出せる、もしくはすぐ教えられるかもしれないが、われわれがそこにアクセスできるわけにいかないじゃない。例えば、将来スマホ。 スマホ、いっぱいスマホになるか、もしくはもうこんなものも持たなくていいようになるかわかんないけど、ライトウェイトになる。だそういったところのヘッジ側っていうんだけど、ローカルのところで、そんなだけの,あのスピードとバンド幅、バンド幅っていうのは情報のやり取りができるかってできないよね。なので、エネルギー効率むちゃくちゃ悪いと思うんだよね。あと、その一つが暴走したり止まったりするとどうなる例えば、全能 AI が新幹線のコントロールから皆さんの入管を 管理か,ら何か,何か全部やってしまうでよく銀行でお金出せないとかあるじゃない大変なことになるよねあの宇宙ステーションはだんだん落下して落っこちてしまうとか水が出なくなるとかあの病院に行ったら、えー、といろんな計測器が,が全部止まるとかあコンセプト的にはわかるんだけどもかなりオーバーヘッドが増える気がします。で 逆に言えばみな地球には70億人の人がいてそれぞれ1.5リッターの、えー、と AI を持ってるわけです。ででそれも数十年しか寿命がなくてさらにみんなみたいに生まれてくるわけだ。つまり分化されてるよね。分化されてるけどソーシャルという形で一体になってる。ひょっとしたら神はそっちの方が効率がいいと思ったかもしれない。ね、で、人間の脳って、あのさのエネルギーを使うわけじゃなくて、おにぎり食べてもなんとかなる。 人間のクロックって300ヘルツぐらいでラーメンとかおにぎり食べて毎日1日1食でも1週間ぐらい動いてるってものすごくあの効率がいい AI なんだよねで今の AI ってすごく効率がいいんだよねでそれを全能にも振った時に果たしてその全てがバラエロかっていうのなか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 なっていう気がしますだから あの人間同士がコミュニケーションを取り合うと同じようにあの AI 同士がコミュニケーションを取り合ってもいいじゃないかと思っているのねそうした方があのいろんな効率がくなるかもしれない例えば何、えー、と,とか博士とか何とかに詳しい人がいるじゃないスポーツに詳しいとかあのプログレに詳しいとかいろんな詳しい人がいるとそれらのコミュニケーションを取った方が楽しいし効率がいいじゃないと思います先生の意見ね、はい、あと誰かが手を挙げた人いる先生、AI が結構今普及してきてきると思うんですけど生成 AI って今あるネット上にある情報からをもとにこう生成してたりしてなんかマイニュースで見た著,著作権でその過去に誰かが作ったものそんな有名じゃないけど作られたものにものすごく似たものが作られてそれが AI が作ってるものやから誰が著作その AI に頼んだ人が著作権を侵害したのか AI 自体が、著作権を侵害したのかとかっていう、そういう権利の問題とかっていうのが結構曖昧になってくると思うんですけど、これからそういうとこはどうなっていくと思います、はい、これは、ね、授業の中でやります。で、今回の中でやるんじゃなくて、実はあの2年、皆さんがみんなが2年になった時にエンターテイメントコンピューティングっていう講座の中で、AI による著作権の取り扱いの今みたいなやつ、ね、をやります。はい。あの、 でも著作権っていうのはね、あのもちろんあの特許と違って、えー、著作したとただけでもうその人の権利になるわけでね。特許は申請して認められないと特許にならないけども、著作権ってのは作ったらもうその時点で著作権が。だけど、えっ、ー、と75年とか90年より昔のものは著作権はなくなるんですね。そうだからこの間ディズニーの最初のディズニーの著作権が切れたので、えっ、ー、と結構あのネズミの いろんなキャラクターはあるところまではもう著作権フリーになってんだあと青空文句みたいなものは著作権フリーでねああいったものはガンどん学習できるよね。でこれってなかなか難しい問題でやっぱりクリエイターはあの無断で、えー、学習されてでそれと同じようなものが出てくるとか自分最近はその何々風なんてすぐできてしまうので自分いらんじゃんっていうのがあって、えー、結構抵抗すると思うんだけどそれはよくわかる。だけど えー、その管理の仕組みは何か作るんだけどいろいろ,もちろん作らなきゃいけないしルールも作るけどもでもクリエイティビティで考えたら圧倒的に AI の価値でありとあらゆるバ,バリエーションで作,り作ってしまうわけ例えば、えー、と音楽だって今までどんだけ多くの音楽が生まれてきたかと思うんだけどその譜面に載ってない音楽をまた AI が作ってるわけでねでも AI が作ったものは、ね、著作権がない人間が作ってるものじゃないのでそうするとどうなるだ AI が作ったものがどんどん増えていって、99%は AI が作ったもので、残りの1%が人間で作ったものっていうのは、江戸時代に作られたいろんなあの陶磁器とかいろんな工芸製品っていうのは全部クラフトじゃない。今は工業製品でしょ、ほとんどん。じゃあ工業製品には著作権がなくて、じゃあ、えー、手,手作りのものには著作権があるそういう話になってくるんだけど、今皆さんが高いお金出して買ってるブランド品は全部あのコピーだよね。要するに正規コピー品だよね。 ちょっとその辺の、えっ、ー、と、なんだろう、みんなの意識そのものも、ひょっとしたらえるかもしれない。はい、この話で言うとね、今日実は授業終わってしまうんだけど、今日これ前振りだったんだよね。<laughs> じゃあ、ちょっと次行くね。はい、次行くね。で、とにかくあの、このゼミって今言ったように、ちょうど今日みんないいトレーニングしてるけど、双方向でやる。双方向でやる。ということで、えー、クリエイティブなアイデアとか質問とかあの、こんな質問していいかなって気にせずにどんどんやってくださいと。 とということと最後にあの各界のゼミの感想と去年も一昨年もやったんだけどあの簡単な、ね、ミ,ニミニレポート本当に数行でいいんだけど、えー、スラックに書いて送ってくれると励みになると皆さんの反応がわかる何、えー、か聞き逃したことがあったらそこにちらっと書いてくださいとあんまりたくさん書かれると先生ちょっと読みきれないというのがあるので,でそれやってくださいって感じかなこの今日のも含めていろんな授業の素材は、えーと 今回からは皆さんと共有するようにします。去年まだしなかった。ここで聞いてくれた方がいいということで、えー、v, v も残さなければ、あのハンドアウトもだあの共有しないことだったんだけど、まあ,あの、皆さん共有した方がいいと思うので、できるようにします。いいですか。で、実はここからの今日の本番なんだけど、<laughs> 話しきれなかったらまた来週ねっていうことで、えー、っと、人工知能。 今本当にあの生成 AI ですごい言葉になっているけど、実はその間に何十年もの開発の歴史があったので、ちょっとそれをパッとおさらいしたいんだけど、まあ皆さんのご両親も生まれてない頃って1956年に、まあここで結構有名な、まあ、あの先生方が集まってた、あのこの会議をやったんですね、このダートマス会議で。そこで初めて、まあ、結構有名なド PhD とかドクターの方が集まったんだけども、初めてね、あの言葉として AI、アーティフィシャル・インテリジェンスっていう単語がそこで公式に出たね。まあ、これがそういったワード、ワーディングが初めてもあの公開された、公開されたようなので、共有されたのがダートマス会議ということで,で、そこ以来コンセプトはよく分かってるわけいいよ、ね、人間はね。人類っていう,うこの中でその、やっぱりロマン、ロマンとして人工知能っていうのはよく分かって、鉄の後もそうだし、みんなそのロマンの中で作られてるじゃないですか。で、ここで出てきて、その後何があったかというと、実は何数十年。 70年の間かな、60年、70年だあの失敗の連続だったんでね。で、この赤で書いてあるところは、第1回の AI の冬、AI ウィンターとか、第2回の AI ウィンターと要するに挫折の連続だったんでね。で、どうしてこの挫折の連続だったかと、この表は読めないから、後で皆さんに見てください。なんで挫折したかっていうまずね、最初の AI って、実はあのアイデアよかったのね、ルールを決めちゃえばいいじゃないかと。 例えば何々だったら何とかだと。何イコール何。で、皆さんプログラムやってる人がいるとしたら、イフゼンエルスみたいなもしこうだって、これがこうだったら、これだ、みたいなね。まあそういった論法で、すべてのいろんな知識が全部あの、プログラム規律っていうか、その、規律っていうか構造的に規律可能だと。だとすると、それらを集めてくると、えー、知能らしきものができないかってやったんだよね。で、それに合わせた言語とか、 それに合わせたコンピューターのハードウェアのアーキテクチャとかも考えてやったけども結局はできなかった。なぜかって言ったになって分かるんだけども、あのー、基本的に、えー、とフレーム問題とかいろいろ言われるんだけどとにかくねそんな簡単な技術では全部すべ、あのー、ての地を書き切ることはできないということかな、まあ、平たく言っちゃうとだからそういったことでこれはあのー、あのルールベースっては結局失敗した。ただし 話は、ね、簡単なことで、何々だったら何とかだっていうふうに答えるものって、昔、まあ、ついこの間までのチャットボットってそうじゃないですか。何々だったら何とかだと答える。ね、あの政府のなんか、政府の何とかペーパーレスシステムなんて大体そうでめちゃくちゃ使いにくいっていう話ですから、ちょっとあのあのそのルールから外れると動かないみたいなやつね。だからそういったことがいろんなところで起こってしまった。で もう一つあの AI っていうのに異常にあの過剰なロマンを持ってる方たちもいてひょっとしたらこの方有名な方でその実際はそのこ,の、えー、とこの方っていうこのジョセフ・ウィゼンハルンバームっていう方なんでこの方は人工知能自体はできるだろうとただしコントロールできなくなるので絶対人間はこんなものを作っちゃいけないって言ったとかねかそれは分からんでもないんだよねとかねでその次この AI ってのは一回あの AI、AI の科学者だとか、AI をやっていること自体が公表できないぐらいに、あの結構ひどい失敗をたくさん重ねて、で、当時のコンピューターの性能、とにかくね理由はいくつかあるんだけど、今でもやっぱりできないんだけど、その当時のコンピューターってメモリーが少なすぎるので、知識をの,のせきれないっていう問題があるとか、えっ、ー、と、それから知識全体を収集するっていうことが全部書かなくちゃいけないわけだよね、くる、あの、与えなくちゃいけない、これこうだったら、あだと今だったらどう ネットを例えばサーチすることでクロールするっていうんだけどネットを探すことでさまざまな知識の断片をネット上から集めることができるじゃない。でもその時は、ね、インターネットないのでネットから集めることができないので一生懸命書籍からとかいろんなルール集めるわけだ。でもそれって膨大な手間かかるよねということで,で,でそれやったとしてもまずコンピューターのメモリーに乗らない。でメモリーはあの高速にアクセスできるメモリーの他に2次記憶、3次記憶、4次記憶ってあるんだけどそれは 容量が大きい反面アクセスに時間がかかるそうすると知能にならないっていうのもあってまあそういったことを含めてこのフレーム問題の存在ありとあらゆるケースを網羅的にあのカバーするような、えー、と情報とかデータベースが作れないっていうことでおのずとこれも失敗したとっていうのがこの時代ですね。 第二次 AI 研究というのがあの通産省でこれこれあの、通産省の官僚も関わったメーカーの人も、ここにいたということは全部あの墓場に持ってって訪問し去ったったというか、自分はそこにいないぞって今言ってるぐらいにひどい大失敗だったんだけどね、国の税金を当時にすごいお金を使って、えー、と新世国家プロジェクトになって新世代コンピューターを作るんだというのをやったんですね。で日本の巨大,メーー巨大通信メーカーカとか えー、IT メーカーとか政府機関がこぞってここにお金を入れてやったけどもとうとう何もできずみたい失敗ということで、えー、ここに変わったということ自体がもうほとんどあの闇から闇へという状態になってしまってでこれはの一時はね新聞ネタにもなったけども、えーまあ、例えば先進国当時の世代コンピューター先進国だったアメリカにも含めて日本が堅度到来になる可能性があるということをやったんだけども。 基本的にはコンピューターそのものを作ろうというところまで行って言語そのものをやろうと、ま、だリスクというやつでやろうとしたんだけどもやっぱり限界があってこれも終わったと。結局これ第一,次第一次 AI の冬、第二次 AI の冬ってつい最近まで本当につい最近まで AI っていうのは実は近くに近いタームだったんだね。でそれが、ねえー、とだん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 変わってくるんだけどもこ,の、まあ、これが実際の 当時の,あのこういったあのコンピューターの映像であるとか研究成果もほとんどネットから抹消されてます。わざと消してるんだよね。嫌だともう見たくないっていう。この唯一残ってるちょっと一部の,あのクラスターがここにあるけど、まあ570億円、当時の570円、今だったらもう10倍ぐらいの価値あるかもしれないからやったんだけども、税金でね、何も成果が出ないと終わったと。で、ところがね、少しずつなんとなく兆しが見えてきて、 例えば人間のチェスのプレイヤーが AI に負けてしまったっていうのがあってで、これもやっぱりルールベースなんですよ。IBM のディープブルー、ルールベースでやって、まあ、チェスはルールで記述できるので、ルールで記述して、1996年に、えー、と当時の人間のチャンピオンに勝ったと。でも、初戦ルールなんだよね。その後 IBM はあのワトソンっていうあのこれチャットボットの,のおもとみたいなやつを作って、でこれが当時の,あの ジョバディっていう、えー、とアメリカの,そのクイズ番組って、並んで、えー、早押しクイズみたいにやるんだけど、早押しクイズの中です、この二人の左右にいるの二2人の歴代チャンピオン、真ん中にいるのはあのワトソン君っていう、IBM の、えー、チャットボットで競争して、チャットボットも人間と同じようにあの物理ボタンをペンと手で押すみたいなやつでこう競争して、チャットボット勝ったんで, <laughs> で、これもちょっと話題になったと。人間を超えたっていう。 でもやっぱりこれもルールベースね、ルールベースでやったので、スケールしない、スケールしないで終わってしまった。次に、あのセドルさんって有名な5、5っていうのは将棋と違って盤目が大きいので、ありとあらゆるあの勝負っていうか、可能性はもうすごいある、可能性っていうかと、何通りかっていうと無限にあるぐらいなわけだ、将棋と違ってね。で、それのチャンピオンに実は、えー、勝った えー、勝ってしまった AA が出てきて、これは結構驚いた。どうしてかというと、チェスというのはあのルールで規律できないぐらいに複雑なので、チェスじゃなくてごめん、五目はね、五目じゃなくて五だは、ね。ところが、それになんで勝ったんだろうって、その実はなぜっていうのがこの左下にあるので、これ皆さん時々見る図かもしれないのバタフライのように線があるけど、これが真相学習。真相学習 のフレームワークを使った AI が、この,あのようやくなんかちょっと実験的に出てきて、でそれでトレーニングした結果、えー、世界チャンピオンに当時のアル,アルファゴっていう、えー、あのニューラルネットがチェスのチャンピオンに全勝ではないけど勝ったんだよね。これがすごい。でもこれは実際はもうつい最近2016年と。このニューラルネット、左下のニューラルネットを、えー、まあ、 あの実用状態に,になるようなニューランネットを考えたっていうのは、あ出てくるかなあの、ジェフリー・ヒントンさんっていうトロント大学の教授で、後にグーグルに行った方なんですが、彼が出した論文が2007年か8年かな、かそ,れのそれをのおおあの進化させたもんニューランネットが初めてこんなことができるようになったってでもつい最近です、2016年。2016年っていうのは、この科学の歴史の中ではつい最近なんだよね。 これがようやくそうなったっていう、本当に10年も経た,、ま、たない前がまだこの状態。それが今このチャット GPT の時代だなってるわけだ。ってことは、今から10年後ってとんでもないことになる可能性があるわけですね。で、人の進化ってさっき脳って1.5リッターって話したじゃないですか。人って脳のは実際 300cc ぐらいしかなかったものがだん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 こう、今は1500、600cc まで増えていった。でも 2リットル、3リットルにはならないね。やっぱり頭蓋骨とかいろんな生物学、生理学的な限界がある。だけど、なんでそういうふうになったかっていうと、たくさんの知を頭の中でに、頭の中で知をどんどん獲得していく。そうすると、脳の体積どんどん増やしたいよね。だけども、えー、脳の体積が増えない理由はたくさんあるわけでね。脳ってやっぱり骨だし。あるときに、例えば人間って直立走行したと。で直立走行することで、ほ頭が解放されたらしいんだよね。 こうなってるよりは、こうなった方が口頭が解放されると。そうすると、しゃべることができる。動物でもこう、猛獣でもこう、ガオーというときには顔を上げてガオーっていうじゃないですか。これが解放される。そうすると気道と食道がちゃんと分離される。まあ、そういったいろんなあのあの生理学的な状況があって、えー、脳に与えられる体積というのはどんどん増えていったというのがうきっかけであるらしいとかね。とにかく、あのー、 後天的にいろんなことが起こったり宣伝的に起こったっていろんなことがあって脳がだん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 増えていって現代人はだいった現1.45リッターの容量があると。でもこのねエネルギー効率はむちゃくちゃ良くてさっきの,の GPU ファームとかニューラルネットのファームがとんでもない電力が必要なのにさっき言ったおにぎりで何とかなるっていうね。でこれがねあの神がなせる技だと思うんだけど、まあこ,のまあ、この脳がね見せた 似たかにシュレーションするニューラーネットが今,、えー、今の時代を今加速させていると。じゃあ脳を分もっと分あの生物学研に分類するとどうなってるかっていうとニューロンの数が、まああのー、150億個あってそれらをつなぐのがシナプス神経作シナプスになってシナプスがうんと1500兆かな1500兆ぐらいある。これがネットワークだよね。 でそれはネットワークがさっきの離体材だったりにつながったり離れたりするわけだ。重要な情報はちゃんとネットワークがつ,つい伸びていく。だから皆さんが復習するとか、興味あることを一生懸命自分で学習していくと、そこはどん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 ,どん太いネットワークが張られていくで。関心のないところは無駄なリンクなので、どんどん、えー、切られていく。とね、ある時まで知ってたことを急に思い出せない。あれ、漢字って何だったっけとか、書き中にわ分からんとか。 あのうっかりすると親の名前忘れるとかなんかいろんなことって <laughs>、まあ、切られていくんだけど実はこれらってすごいあの、えー、効率がいいニューランネットになっていてで今のニューランネットってレイヤー数が1000とかもしくはもう大規模言語モデルになると数えられないっていうレイヤー数になってるんだけど人間って6層しかない6層のニューランネットで。で それでもこれだけの,あの神経細胞のが縦横に走ってるおかげで記憶もできるし推論もできるしっていうコミュニケーションもできるようになって、まあ、ここまで行くだけでもすごいことだと思うんだけど、まあ、その先になるとあの有名な未来学者のレイカーツェルって人がいやあの えー、ひょっとしたら転換点が来るかもしれないよと人類の脳を超えるかもっていうね <laughs> まあこれちょっとネタに近いんだけどまあそういう話もされてる方もいますがでも成功の要因は人間の脳を模した偶然の産物のようなネットワークが実は性能がすごく良かったということでみんながそっちにま走ってるという状態ですジェフリー・ヒントンさんとさっき言ったこの方が、えー、とこのヒントンさんが有名なあのニューランネットの実用上の あのえー、父と言われてるニュー乳ン素そのものは日本の先生も含めて原理とか昔からあったのでパーセプトロンとかいろいろあったんだけどもこの深層学習のこの時は7層かな5層とか7層の深層学習を提案して論文書かれた方がこのヒントンさんこの方からいろんなものが始まったとでだから人間がいろんなあのものを見て何かって認識する能力映像を見て画像を見て認識する能力って画像認識って っていうタスクがあるんだけども、その画像には例えばそうだな、リンゴがあったらアップルっていうあのアノテーションをつける、みかんだったらオ,あのオレンジってアノテーションをつける。でそういったアノテーションをつけたらいろんな学習をすることによって、アノテーションがないものを見せても、そこそれがアップルとかオレンジだとかって,ってあの認識する。まあそういった認識率って人間100%じゃないんだよね。実は人間3%とか5%ぐらい、まあ、結構間違える。だけどそれを超えた。 さっきのこの0.05.5%、それを超えて、AI のニューラーネットの方が、人間、普通の人間の認識能力を超える格段の能力になったっていうのが、数年で起こってしまった。そ,それからだよね、もう、Google ズでパッと見せたら何でも分かってしまうとか、もうなんかもうメニューを手書きの文字見せたら、なんか翻訳までしてくれるとかっていうのは、この技術が出て、10年ぐらいたたずして、ここまで来てしまったんだよね。 すごいことだねこれは気づきの結果とかっていうことだともそれまで何十年も失敗続けたのにこの偶然に近いようなアプローチの中からここまでのものができてしまうっていうだからこれは正解だろうということでみんなが今研究してるということですもう一つ面白いのはねこの GAN っていうあのこれも後でよく出てくるんだけどジェラティブあのあーアドミニセーションネットワークっていうのは言ってみりゃある AI が何か作るとする うともう一つの AI が違う違う、ここはね、まだできてない。ここは作り物だという。そうすると、今度は作る方の AI は分かった。今度は俺はそこ頑張るから、じゃあもう一回作り直してみる。で、またその検出する AI が、まだまだここが甘いと、このここがあるよと。ぐるぐる回してるうちに、もう分かったもう。もういいよねと、分かんないって言った時が完成形で、まあ、そこであの AI の学習が修練する時期なんだけど、でそれをやることになって AI を、AI を鍛えることができるようになった。まあ、AI の自主トレーニングができるようになった。 これ大きくて自主トレができる AI っていうのがこれでできるようになったってこと、ね、ま人間が関わらなくても自主トレでどん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 できてきあのいろんな認識率か正解率が上がるっていう仕組みもできたこれもやっぱりノーベル賞級だよね考えたのは民営の,の若いあの学ほとんど若い学生あれちょっとあの出たぐらいの子がふっと思いついて作った論文がここまで持ってってしまったでいろんな衰退いろんなとこで トレーニングした AI を使って、えー、いろんなものが認識できるようになったわけだ。例えば街を見ると車が分かる、標識が分かる、人間が分かる。分かるものがどんどん増えてくるので、しかも止まってるものだけじゃなくて、動いてるものすら追っていくことができるので、自動運転の車にができるんじゃないっていうふうにこういうことは思うわけだね。ね思うじゃない。なんで、止まってるものだけじゃなくて、動いてるものが多いもんね。自転車とか、あとペットが急に出てくるとかね。それから この左下がネットワークだと思って、複数の、まあ、いろんなものを見せたときに、同時にいろんなものを認識すると、これ相当昔のやつだけども、例えばあの手前は岩であの人が乗っていて、これは自転車で、向こう側に山があって、どうなって、要するにシーンそのものにあるものをいろんなものを認識することができるようになった。とすると、それらを全部体系で持ってると、そのシーンそのものを記述することができるわけだ。遠くに山があって、手前に岩があって、自転車に乗ってる男がいて、どうなって記述することができる。 で記述っていうのは言語でしょつまり言語と、言語という記号と、実際のリアルの世界にあるもの,のが、橋渡しができるようになってきたっていう時代が、この時代で、これは前から数10年ぐらい前、数年前か10年、10年近い数年前。次は、うん、もうちょっとある。これ面白くて、この左上にある、まあ、まあ、同じ写真があるよね。この、これ実際は何気ない普通のスナップ写真で、 これをを見せただけで、AI、がシーンを説明する例えば、えーあのまあ、今だったら年取ったってことも分かるけど男の人と女の人がベンチに座っていてこっちを見ているで向こう側には川が流れているとかなんかそういった記述を文章にして出す AI ができるようになったね。でなぜこんなことができるかっていうとこのシーングラフっていって、えー、それぞれにあの認識したあのああの対象物 をグラフ構造でつなぐの、グラフ構造で。例えば、机の上にペットボトルが置いてあったとするじゃないですか。そしたら、ペットボトルをオンザテーブルという上下関係とか、ゾン関係とかっていうのを言葉に書くこと書き起こすことができる。この場合だったら、ビハイン後ろに川が流れているとかね。ということで、写真を一枚見せるだけで、訓練された AI が、シーンを言語で記述しすることができるようになった。 これと同じことは逆もできるようにまだってたんだよね。あの、ステあの、今の生成 AI で、記述をするとそのシーンを静止画で作ってくれる。まあ、ステーブルディフュージョンもそうだよね。今時は記述すると動画まで作ってくれるかもっていうのもあるわけだ。で、それらが今度はさっきの GAN という仕組みで、お互いが、あの、双方向でえ情報やり取りし合ったらどうなる <laughs> ど,んど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 ん自己学習ができてしまうかもしれないっていまだできてないけど、まあ、そういったフレームワークっていうか、 あのそういった流れができそうだなっていう感覚を持った人たちが今度そういったチャレンジをするような今時代になってきて。だんだん,だん,だんだすごいと思うでしょうこれ10年ぐらい前に先生があのハワイに行った時に何気,にな,何気なく撮った写真をそういったフレームワークにほぼ10年前ぐらいに10年前じゃないか2016年か2006年でな16年か。 結構前にこれをかけてみたのね、その実際の、えー、と新しいフレームワークが GitHub の上に乗ったりなんかするので、自分で乗せてみると、この左のシーン見ただけで、えー、と,にとにかくあの、ボートがあの入り江に浮かぶ、ボートが浮かんでるよとかね、文字を出してきてくれる。この左だったら、このドックで腰掛けている人々みたいなのが出てくるわけだ、ね。今の絵だったらもっ、もっともっといろんな音で出すかもしれないね。何食べてるとかね。 そういったことができるような AI が2016年にもうでき始めた。とか、で、この、この SRCN のここまでいくと、あ、これはまた別だ、あのね、昔の写真を空化するとか、昔の写真を高精細化するってあるじゃないですか。あれも似たような仕組みでできるって、ボケた写真は絶対情報がないからできないと思うかもしれないじゃないですか。ところが、他の情報とか推論を働かせると、どん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 作ってくれる。 でちょっと時間かかるけども、えー、と傷がある写真も、えー、と色を合わせた写真どころか、黒白の写真まで色つけてくれるとかね。今だとアドビの、ね、Adobe のネットワークソリューション使うと、えー、といらない人消してくれるとか、<laughs> いろんなことやるじゃないですか。皆さんあの、Adobe って会社知ってる ?Photoshop とか、イラストレーターとか、ああいったなデザイナーの方が使うんだよね。 でそれまではコンピューターにダウンロードしてみんながお絵描きソフトであるとか映像、静、え、止、ー、画を作る、もしくは加工するソフトとして使ってました。ところが、数年前からネットワーク対応のソフトになったんでね。つまり、ネットワーク越しに、えーとあ、そういったアルミのイラストレートとかフォトショップとか使ってレタッチする、例えば海を消すとか、あ、シを消すとか、えー、ちょっと。 えとくあの曇ってる空はちょっとは晴れにするとかいろいろとやるじゃないですか。で、それらをネットワーク、はい、ネットワークアプリケーションにして、よく、これはあの偶然そうなったんじゃない、意図して彼らやったんだけど、何がいいかっていうと、オペレーターがやることと、それでこれでいいやと思って、それでこれで終わりってやる、そういったね、えー、学習をできるわけで。そうするとね、あ人を消すんだ、こういうふうに言って、人間はとかね。 もしくは、こういうふうに痩せさすんだとかさ、こういうふうに美顔にするんだとか、い,いろんなことを覚えるわけだ。でそれを覚えていてで、あとはコマンド一発でパンと掃除してしまう。ね、つまり、AI が学習してるわけ。その学習してる対象、される対象は人間、人間のクリエイター。人間のクリエイターは便利だっ使ってるって。だけど、す、え、べ、ー、てのストロークとかいろんなコマンドのシーケンスを全部学習されてしまって、えー、でもそれはクリエイティブなとこじゃないよ。あのないんだけども、 賢く学習されてしまってあと他の人は似たようなことはワンタッチでできてしまう。賢いよね。そういったこともできるようになってきてるからね。まあ、こういったあの真相学習ってのは今もうレイヤー数がすごい増えていってもう中身はわからないぐらいに増えていってます。これちょっと今これ話すには大変だな。昔の写真をえーと超解像度にしてカラダにしてくれる。で右上にいるこの左側にいるちびこは僕なんだよね。 私なのなのの先生ねすごく昔のこの写真を結構ボロボロになった写真をカラーにしてこういう構成サイズにしてくれるよ一発なかなかね今度これが動いたりなんかしてこの部屋に行けたりなんかするとなんかねなんか過去に過去に戻るバック・トゥ・ザ・フィーチャーがなんかになるかもしれないみたいなねなんていうイメージは湧きますね これも,もう今ではみんな当たり前だけど、過去はね、タ,タレントの顔は作れるぞとかね、これもあのボケた写真は解像度上げられるとこん、こんなの昔は不可能だと思われていることがどん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 できるようになった、これは2017年の選挙成果で、今は当たり前でしょ、ネット上でできるよね。架空の俳優を作ることができるっていうのがあって、これはね、アメリカの SAA っていう俳優の団体がもう大騒ぎになってて、仕事がなくなると。 ということでこんな、こんなのやられたらっていう、あとこの題材となったあのリアルの写真あの、俳優は俺の顔を勝手に素材に使うんだって怒ってるって。だけど、えー、風邪ひかないしあの、ギャラ高くないしっていうことで、結構、結構あの使われてると思います、もう今は。 これもね、大事、あの結構あの、先生みたいに古い写真持ってる人は、たまたまこう剥がれた、表面が剥がれた写真とか、傷がついてる写真とか、それらを埋めてくれる。なかったように埋めてくれる。もうフレこれもフレームワークが学習されて、ほぼほぼ使えるようになってる。かなりひどい欠損でも、うん、あのちゃんと埋めてくれる。これもっとね、面白いねあみんなね、こうなるとみんな遊び倒すんだけど、レンブラントって、 有名な画家ですね、昔の。レンブラントって、実は絵をね、えっ、ー、と、何枚描いたのかなえっ、ー、と、全部で何百枚か、346枚の絵画を描いたらしいです、レンブラントって。1枚あたりが何十億円もする絵ですが、367枚目の、えー、とレンブラントの絵画この左上のやつで、これ全部それまでの映像、あの絵をね、全部高精細の,スキ,あのスキャナーとかカメラで撮って、で、あの、どんな塗料か、どんな あのえー、油,油絵の具かで、そこの表面のクラックとかいろんなものまで全部解析して、でそれで同じようにそれを仮想の,の油絵の具をプリントする、えーとまあまあ、言ってみればあのプ,リプリンターで、でマルチエアプリンターみたいなので、油絵の具でこう実際のキャンパスに描くってやつで、えー、とその今でレンブラントが生きていたら描くであろう、プラス1枚目の。 油絵、えー、を作りましたっていうのはレインブラント美術館の人たちが愛を込めて作ったっていうのがあって全然偽物とわからないっていうか本物と勘違いするぐらいなクオリティだったそこういった芸術家の作品ですらねあの新たに作ることができる、まあ、これはモラル的にいいのか悪いのかっていろいろあるけどね これはあのもうちょっともう今で当たり前で昔は結構驚いたんだけどオバマがあのとんでもないあの発言をするえと動画があってとかねできるようになってこれってよくあのインスタかなんかで結構え顔をあの加工してあげるじゃないですかでその証拠を見つけてこれが加工した写真だって見つける AI。 もう出てきて。でもこれがあるってことは、それを、あのそこを見えなくなるまで学習するという AI も、ね、あるので、<laughs> いたちごっこになるね。こういったのもあの、これみんな論文ですね。論文でやれるようにな、論文で紹介されて。で、これも、えっ、ー、と、これは出てきてるのが、まあ、こんな状態ですね。で、Google のサンティ・ピチャイっていうのはまだ今、CEO だけど、彼は数年前に、実はあの、人類にとって AI は、非の、 発発見見よりも重要な発見になにるだろうと電気とか火よりも重要な発見だと。で、彼はその数年前に行って、もちろんその時にあに、例えばオープン AI をに対して、グーグル、あのグーグルあのマイクロソフトが買収をかけるとかね、一部ね、あんなことが全然夢物語だったってか、あんなことが起こるとも誰も思ってなかった頃にこのに、サンデー・ピシャーはそういうふうに言っていてで、グーグルの中には、グーグル AI とかいろんな AI 部門があって、さまざまフレームワークをちょうどこの時からすと。 頑張ってやっててや、ね、で今の今のいろんな研究成果っていうのはこういったとこが出てきてる。で人間の脳っていうのもいろんなさっき脳が出てきたけどもっといろいろあの手足があって心筋器官っていろいろなあの生態機能をこれをあの情報処理の,の中で全部どういうふうに取り入れるかっていうのも研究対象に今なってます。でこれ最後になるけどこれもあのよくネタとしてあるんだけどそんなのができたらもういろんな職業はいらなくなるよねと。 というのはあったんだけど、必ずしもそうではないんだけども、昔は、ね、あの自動車ができたら馬車がなくなったとか、繊維産業だって自動,、ね、自動化になったら変わったけど、あらそれに変わる新たな職業がどん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 できていきてるわけで、まあ、人類はそういった意味ではその、新規に対処しながら進化しているわけということで、えー、とこの流れのがあんまりにも早いので、えー、と去年とか一昨年の授業の、えー、とこのデミの内容ですら予測、先生が予測したとおりに、もう古くなっているわけ。 なので、新しいね、あのえー、といろんな、えー、と情報を皆さんにゼミとしてこれから届けます。ということで、えー、こんだけ入るからこの教室は、あの皆さんの頑張っていや来ていただき来る、来てくれると、皆さん自身も育ちなんかね、成長できると思うので、よろしくお願いします。ということで、今日のゼミをこれで終わります。お疲れ様